公衆街道の旧道区間に付けられた通称である。東京都、神奈川県、山梨県、長野県各都県に旧公衆街道と呼ばれる道路が存在する。1984年5月1日の東京都通称道路名設定広告によれば、起点は東京都調布市国領町2丁目、終点は東京都府中市元宿町2丁目であり、が該当する。 元来、国道20号は、現在の旧公衆街道であったが、まず1954年に、調布市、北浦、上石原間に、続いて1956年に、府中市元宿町東、府中間にバイパスが完成し、1961年に、上石原、東府中合流直前地点を結ぶ形で、東府中、下石原間が完成した。 バイパスと旧道を区別するために、旧道を旧公衆街道と呼ぶ。バイパスとして開通した振動が国道20号に指定され、旧道は東京都道119号北浦上石原線、東京都道229号府中調布線として管理されるようになった。このような経緯のため、両道には旧バイパスに由来する短い視線上の路線が存在し、 この部分は広告された通称としての旧、公衆街道に含まれない。なお、1962年4月25日の東京都、通称道路名設定広告に従えば、新たな公衆街道の通称は単に、公衆街道である。国道20号線公衆街道は左。直進が、旧公衆街道。東府中の旧公衆街道と、旧バイパスのの3サー 東京都杉並区上、高井戸一丁目から東京都調布市千川二丁目間で、甲州街道と京王線の間を通る道も、甲州街道の旧道であり、一般に旧甲州街道と呼ばれる。ありがとうございます。